とかく人の命は儚くて、この世に未練を残す時、今日もさまよい現れる。これは迷える幽霊を目撃した恐怖の体験話。これって私が通ってた中学校で起きたことなんです。その時私美術部で入ってたんですけど、校庭に出て写生をしていたんです。私が描いている花に目をやろうとすると、いつの間に近づいたのか目の前に女の子が立っていたのです。音楽室はどこですか？音楽室は4階の一番奥、あそこよ。するとその女の子が私の指さした方に向かったと思ったら、いきなり壁をよじ登ったのです。壁の中に消えた姿が頭に残って、忘れようとしてもなかなか忘れられない思い出です。